ちゃんは見た。私はツツジ、中学2年生だ。今日はとある事情で産婦人科に来ていた。これはそこで起こったことのお話だ。ツツジ、大丈夫？うん、ありがとう。彼はカツラ君、同じ中学校の生徒で私の恋人。今私がここにいるのは彼の助言があってのものだった。お腹痛い。単刀直入に言えば、私は毎月の月経痛に悩まされていた。他の人がどうかはわからないけど、私の場合はズキズキとした痛みが1週間続き、動けなくなることもしばしばで。痛い。しかもそれがだんだんと強くなってきていた。そしてある日。でさあ、うんうん。大丈夫？どうしたの？生理の痛みで倒れた？はい。個人差はあるけど、動けないレベルの痛さなら無理せず一度病院で見てもらった方がいいよ。でも…ツツジ、大丈夫？カツラ君…廊下で倒れたって何があったの？その…実は…そうだったんだ。ごめんね。辛い時に声をかけてあげられなくて。ううん、カツラ君は謝らなくていいよ。これって一度受診した方がいいんじゃ。うん、そうだね。私もそう思う。でも、私お母さんもいないし、お父さんは毎日仕事で疲れて帰ってくるから、あまり心配をかけたくなくて。ツツジ、このまま痛み止め飲むだけでずっと我慢してたら治るものも治らないよ。ね、お医者さんにちゃんと対応を聞こう。不安だったら僕が一緒に行くよ。カツラ君、ありがとう。ごめんね。いやいや、全然。よかったね。こうして私は週末に産婦人科で受診することになったのだった。やっぱり中学生は私たちだけみたい。受付済ませたから呼ばれるまで待ってよ。うん、ありがとう。待合室は混んでいて、診察まで少し時間がかかりそうだ。カリンさーん、お腹は大丈夫？今は平気だよ。すると少し離れたところで40代くらいの女性2人がこちらを見てひそひそ話していることに気づいた。一体なんだろう。ねえ、あの子たち聞いた？お腹がですって。あんな若いうちから避妊もせずに。いやーねえ、今の子たちは性にオープンすぎるというか、世も末よね。どうやら私たちの事情を勘違いしているようで、女性二人は依然話し続けている。まったく、どんな教育を受けてきたんだか。本当よね。否定したいけど、しんどくて動けない。僕ちょっと行ってくる。辻さーん。カツラ君、お願い、ついてきてくれる？うん、そうだね。診察が始まり、私は先生に事情を説明した。ふむ、君はこの子の彼氏さんですか？はい。性交渉は行ったことはありますか？避妊はちゃんとしてる？いえ、僕たちはまだ中学生なので、そういったことはしてません。将来子供を作るときに影響があるって聞いたんです。大人になったら結婚して二人の子供が欲しいし。結婚？こんなにツツジが痛がってるのがかわいそうで。だからどうか治療をよろしくお願いします。わかりました。心配しなくても大丈夫。10代の場合は病気の可能性は少ないのですが、一度超音波の検査をしてみて、痛み止めかピルの処方をしましょう。こうして検査を受けた私は無事初診を終えることができた。大丈夫だった？うん、思い切って受診してよかった。どうしたのツツジ？結局みんなに心配かけちゃったな。でもカツラ君、結婚って びっくりしちゃった。嬉しいけど本当かな？私たちまだ子供なのに。受付に呼ばれたらまた僕が行くから、ツツジは休んでてね。ありがとう。本当だったらいいな。
そんなことを考えつつ、私たちが待合室に戻ると、あのひそひそ話していた女性二人はまだそこにいた。言いづらいな。あの人たちまだこっち見てる。羊さん、それじゃあ行ってくるよ。うん。それじゃあこちら、処方された薬です。毎日決まった時間に飲んでもらうようにしてください。本服として痛み止めもありますので、辛い時は無理せずに。はい、わかりました。お会計は。痛み止めですって？あら、じゃあ妊娠じゃないのかしら。生理痛？まあ、生理くらいで大げさね。痛いからって学校とか仕事を休む人の気が知れないわ。環境がなってないのよ。甘いよ甘え。ほんと、彼氏さんも付き合わされてかわいそうね。うーん、言いすぎよ。なんで知らない人にここまで言われないといけないの。もう我慢できなかった。こんな好奇の目にさらされて一刻も早くここから立ち去りたかった。すると突然まあ、生理痛が甘えてどういうことですか。え、私は生理痛を我慢して我慢して病気になりました。今はその治療中です。そうやって周りが我慢を強要するから生理が辛い人がなかなか声を上げられないんですよ。自分たちは違ったからといって無責任なことを言わないでください。何よあなた。その前にこの子に向かって望まない妊娠をしたって憶測で物を言って笑ってましたよね。うん、二人にとってとても失礼なことじゃないですか。私は不妊治療でここに来てるんです。妊娠っていうデリケートな話を面白おかしく茶化すのはやめてください。私は驚きとかばってくれた嬉しさで言葉が出なかった。一方、指摘された女性二人はもごもごとしながら気まずそうに顔を見合わせるばかり。いえ、そのねえ、あのツツジ、ごめんね、お待たせ、帰ろう。お二人ともありがとうございました。いえ、私たちは何も。僕は大きくなったらこの子と結婚しようと思っています。不健全な付き合いはしたくないし、この子が苦しんでいるなら支えてあげたいんです。どうか物珍しさだけで噂話をして無意識に人を傷つけるようなことを言うのはやめてくれませんか。カツラ君、ごめんなさい。お二人もいろんな事情でここに来てると思うんです。人には人の事情があるので、そっとしておいてもらえれば嬉しいなって。すみません。こうして私たちはもう一度女の人二人にお礼を言って病院を後にした。お大事にね。ありがとうございました。カツラ君、今日は付き合ってくれてありがとう。迷惑かけちゃってごめんね。何言ってるんだよ。一緒に行くって言ったのは僕の方だろ。その、嬉しかった。結婚したいって思ってくれてたの。でも、私たちまだ子供だし、それにきっと、私これからももっと迷惑かけちゃうと思う。それでも、いいの？ツツジ、こんなの迷惑って言わないよ。ツツジはもっとわがままになっていいんだよ。ずっといろんなことを我慢してきたんでしょ。我慢。僕はそんなツツジの負担が少しでも減ってくれれば嬉しいんだ。そしてずっとずっとツツジの隣にいられればとても嬉しい。なんてちょっと恥ずかしいね。うん、私も嬉しい。とっても嬉しいよ。私もカズラ君と一緒にいたい。私だってカズラ君の支えになりたいもん。うん、ありがとう。まずはこの痛いのを早く治そう。それからこれからのことをもっといっぱい話そう。そうだね。痛みの治療はまだ始まったばかりだけれど、もう全然辛くない。だってこんなに優しい人がそばにいてくれるから。そして十数年後。黒木、ご飯だよ。はい。手伝うよ。ありがとう。早期治療のおかげで月経の痛みは随分と良くなり、今はこうして一人の子供を持つこともできた。それもこれも桂くんがずっとそばにいてくれたおかげだ。ツツジ、どうしたの。ただ幸せだなって。
これからも大好きな人たちと一緒に日々を過ごしていきたい。ご視聴いただきありがとうございました。どんな事情で病院へ行くのかは人それぞれです。推測するのは勝手にどうぞと思いますが、口に出して茶化すようなことを言うのはやめていただきたいものです。同じことをされたら不快ではないんですかね。そもそも生理痛だとか個人差のある症状に対して甘えだとか考えが足りてないにも程があります。しかも同じ女性に分かってもらえないなんて悲しいですよ。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。